田中茂君。はい、こんにちは。皆さんこんにちは。市民クラブ田中茂でございます。今回も一般質問の機会を与えていただきました市民の皆様並びに関係者の皆様に感謝を申し上げます。東日本大震災から2周年を迎えようとしておりますが、復興状況が気になるところです。ある程度復興が進んでいるところ、進んでいないところ、地域によって格差も出ているようですが、早めの復興を懸念するものでございます。これから3月4月と気候は良くなっていきますが、杉ヒノキを中心とした花粉の飛散も多くなり、花粉症にとっては憂鬱な時期が続きそうです。また今年は本議会でも昨日明日と3議員の方が質問項目として取り上げられております微小粒子上大気汚染物質 PM2.5 と黄砂の複合飛散も懸念されることになりまして、より厳しさが予想されます。願わくば早めの収束を懸念するものでございます。それでは通告に従い質問をいたします。大きな1項目目、国民健康保険と関連医療費についてでございます。国民健康保険は市の特別会計の八代市国民健康保険特別会計の中で管理運営されております。本市の国民健康保険は市人口の約 32%、 所帯別では約 43% で減少傾向になっているとのことでございます。職業別では農林水産業、自営業を中心に各事業所退職者の年金受給者も多くなっております。また国民保険税の軽減制度による軽減所帯もあり、国民保険税の収入状況は厳しくなっております。このため毎年11億円程度が一般会計から繰り入れられておりますが、25年度予算では前年により若干軽減の予算計上となっております。歳出の中で最も大きいのは、先の12月議会で承認されました平成23年の決算では、医療費の支払い等にあたる保険給付費が119億円と歳出全体の 67% を占めております。保険者、これは市でございますが、保険者とされましては健全な国民健康保険運営のため、医療費が少しでも抑えられるようにと、引き続き特定健診の受診やジェネリック医薬品の使用等に取り組みも推奨されております。そこで次の2点につき質問をいたします。1点目が国民健康保険に関する事業でございます。2点目は提案されております国民保険税の一部改正についてでございます。2点目の質問は1点目の質問の終わり次第別途質問をさせていただきます。それでは1点目でございますが、市では
国民健康保険に関係する事業として特定健診の取り組みなど予防医療及び重複受診や頻回受診に対する指導に力を注いでいます。そこで特定健診の年度別受診状況と2月末で締め切られた25年度の申し込み状況についてお尋ねをいたします。特に本24年度から新年度も特定健診では40歳、45歳、50歳、55歳の節目の年齢の方は無料で受けられるとのことでございますが、その反応についてもお尋ねをいたします。また特定健診以外の脳ドックなど市で紹介した健診の受診状況についてもお尋ねをいたします。壇上からの質問はこの程度にとどめ、本項目の2点目の質問事項、大きな質問事項の2項目目のごみ減量化について、および3項目目の八代会の再生については、発言席からとさせていただきます。上田健康福祉部長、はい、田中議員お尋ねの国民健康保険と関連医療費についての1点目、特定健診の年度別受診状況と平成25年度の健診申し込み状況および一部の年齢の方を自己負担無料としたその反応についてお答えいたします。ご承知のように平成20年4月の医療制度改革により40歳から74歳までの方を対象に生活習慣病予防のための内臓脂肪に着目した特定健診が各医療保険者に義務付けられたところであります。本市では国民健康保険に加入されている方を対象に特定健診を実施しておりますが、その受診率につきましては開始当初の平成20年度は 28.2%、 翌21年度が 27.6% と一旦低下いたしましたものの、平成22年度は 32.8% となり、前年度比で 5.2 ポイント向上し、全国平均 32.0%、県平均 32.6% を上回り、県内14市においては6番目に高い受診率となりました。平成23年度の受診率は 33.2% とさらに上昇し、また今年度につきましては確定しますのが11月頃になりますので見込みの受診率になりますが 33.6% と推計しております。なお今年度はこれまでの受診率向上の取り組みに加え、ご案内のように働き盛りの年齢層における受診率が低いことから、40歳から55歳までの5歳刻みの節目の方を自己負担無料とし実施したところであります。この結果見込みでありますものの前年度の受診率を上回っておりますことから、平成25年度も同様に取り組んでいく予定で予算をお願いしているところでございます。また特定健診以外のがん健診などの申し込みも同時期に実施しますことから、大型ショッピングセンターなどでの健診 PR 会や各種保険事業でも周知を図っており、さらなる申し込みを期待しているところであります。平成25年度の健診申し込み状況につきましては、対象となる全被保険者の世帯主様宛てに1月初旬に申し込み書を発送し、2月28日を期限として回収したところでありますが、現時点での特定健診申し込み者は7817人となっております。現在市内22カ所に設置した回収箱や
郵便、ファックス、ホームページ等での申し込みを最終的に取りまとめているところでございますが、しばらくの間は期限を過ぎましても随時申し込みを受け付けているところであります。2点目の特定健診以外の健診事業及び脳ドックの受診状況についてでありますが、まず20歳から39歳までの健診を受ける機会の少ない方を対象にヤング健診を実施いたしております。今年度は前年度より69名受診者が増加し、356名の方に受けていただきました。特定健診とほぼ同様の検査を実施しておりますが、検査の結果そのまま放置すると将来生活習慣病の発症や重症化する恐れがあると思われる方59名 16.6% の方に対して個別の保健指導や栄養指導を行っているところであります。次に30歳以上の国保加入者を対象に脳に関する疾病の早期発見を目的とした脳ドックを実施しております。今年度は昨年度より165名率にして約 36% 増の621名の方が受診をされ、そのうち39名 6.3% の方が精密検査を要するまたは治療を要すると診断されておりますことから、重症化する前に医療機関への受診を促すことができたものと思っております。この2つの事業とも若い頃から生活習慣病予防に取り組んでいただくためにも引き続き実施してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。田中茂君、はい、ありがとうございました。平成20年度から開始されました特定健診は、担当部門の絶え間ぬ努力と市民の皆様の協力により年々受診率が向上し、平成22年度には 32.8% と全国平均、県平均をより高く、県下14市において6番目に高い状況となり、23、24年度も少しずつでありますが受診率が向上しているとの答弁でございました。本24年度からは5歳刻みの節目の受診者優遇策もあり、さらに受診率の向上が期待されております。受診率が向上することは市民の健康管理が進むことを意味するものであると思われます。より多くの市民の特定健診受診が待たれております。関連診療としてヤング健診、脳ドック健診も重要と思われます。各健診により異常なしとの診断を受けた場合、より安心して仕事にも集中できますし、異常が発見されたら早期に治療を受け、早めの健康回復が待たれるところでございます。田中茂君、はい、それでは質問の2点目、議案第50号国民健康保険条例の一部改正についてでございます。低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減措置を拡充する提案が出されております。各軽減区分ごとの対象世帯数とその効果について、また国民保険財政に与える影響についてお尋ねをいたします。上田健康福祉部長。議員ご質問の国民健康保険税条例の一部改正における対象者とその効果及び国庫財政に与る影響についてお答えいたします。まず今回の条例改正につきましては、その背景といたしまして、昨今の景気低迷や非正規雇用の増加などにより収入が減少する中、震災復興のための増税として
本年1月から25年間所得税に 2.1% 上乗せされ、また平成26年6月からは10年間住民税に1000円上乗せされることが決定いたしております。さらには消費税増税が予定されるなど負担感は増しておりまして、低所得世帯における生活への影響が懸念されております。また本市の国民健康保険におきましては、無職者など低所得世帯の軽減を受ける世帯が加入全世帯の約6割に達しておりますので、これらの現状を踏まえ低所得世帯を対象とした国保税の軽減拡充の提案したところでございます。その内容といたしましては、これまで低所得世帯には地方税法に基づき所得や加入者数に応じて国保税のうち均等割や平等割額について7割、5割、2割を軽減しておりますが、今回この軽減に 0.5 割、5% ですけれども、を上乗せいたしまして、割合を 7.5 割、5.5 割、2.5 割とすることで、低所得世帯における国保税の負担感の緩和を図るといった内容といたしております。なお、対象世帯は平成23年の末現在で、国保加入の全世帯約2万2800世帯のうち、約1万4000世帯となっております。次にその効果でございますが、1世帯あたり平均で年額約4800円、1人あたり平均で年額約2400円がさらに減額となるものでございます。具体的にモデルのケースを挙げますと、60歳で所得なしの1人世帯の場合、現行7割軽減が適用され、年税額2万600円となりますが、軽減を拡充して 7.5 割軽減となりますと、1万7100円となり、差し引き3500円、率にして 17% が減額されるという効果がございます。次に、世帯主40代、その妻30代、子ども2人で、給与所得100万円の4人世帯の場合、現行5割軽減が適用され、年税額17万3100円となりますが、5.5 割軽減になりますと、16万5100円となり、差し引き8000円、率にして 4.6% の減額となります。さらに、70代のご夫婦で年金所得100万円の2人世帯の場合、現行2割軽減が適用され、年税額14万8400円となりますが、2.5 割軽減では14万4100円となり、差し引き4300円、率にして 2.9% の減額効果が出てまいります。次に、軽減の拡充が国庫財政に与える影響でありますが、課税調停ベースで約5400万、収納率を加味した税収ベースで約5000万円の減収と見込んでおります。また、平成23年度決算以降の国庫会計の状況は、収入面におきまして、国庫税収納率が向上し、県内14市中4位の収納率を確保するなど、税収が安定してまいりました。一方、歳出面におきましては、1人当たり医療費の増加率が、平成22年度 4.4% から、23年度は 2.3% に縮減しておりまして、全国平均の23年度 3.3% を下回っております。今年度も同様な傾向にありまして、医療費の伸びが鈍化してまいりましたことから、国庫財政運営は回復基調にございます。さらに国におきましては、平成26年度ないし27年度に社会保障と税の一体改革による消費税増税分のうち約2200億円を国保の低所得者対策及び財政支援として投入することが予定されております。したがいまして、ここしばらくは健全な財政が維持できるものと考えられますので、議員各位のご理解よろしくお願い申し上げましてお答えといたします。田中茂君、はい、ありがとうございました。低所得世帯に置かれる
現状及び今後の背景、低所得者帯の実態の現状等について、また対策の内容、その効果についても詳しく答弁をいただきました。一部改正後の国民保険財政への影響についてでございますが、減収額が対予算比 0.3% のようでございますが、収納率向上と医療費縮減等により、国保財政運営は回復基調とのことでございました。さらに国において、今後、低所得者対策及び財政支援の予定もあり、ここしばらくは健全な財政が維持できるとの答弁で、提案の内容を理解することができました。田中茂君。はい、ここで再質問をさせて、2点させていただきます。1点目は、特定健診において各医療保険者に義務付けられているとのことでございますが、市で実施する特定健診を希望しない方がかなりあると聞いております。特定健診を希望されない方の理由をご項目で把握されているようでございますが、どのような状況になっているかお尋ねをいたします。上田健康福祉部長。自責から失礼いたします。先ほど申しましたように、例年国保の被保険者の世帯の下宛てに特定健診や各種がん健診申し込みのご案内を1月初旬に送付しております。とりわけ特定健診は必ず受けていただきたい必須の健診としてご案内しておりますが、受診を希望しない方にはその理由をご記入いただいておるところです。その現在までの集計は、自分で毎年人間ドックを受けるという方が541名、八代市以外で実施する同じ内容の健診を受ける、これは勤務先等になるかと思われますが、これらの方が311名、6ヶ月以上継続して病院等に入院している方が84人、6ヶ月以上継続して施設に入所している方が76人、また妊娠中または産後1年以内の方が2人となっております。またこの5項目以外にその他の理由といたしまして、通院中が106人、検診拒否が28人、合計1148人の検診を希望しないと意思表示をされた方々の状況を把握しているところでございます。なお今回の申し込み状況より、4月から始まります集団検診や医療機関検診の準備をしてまいりますが、集団検診が一段落した8月中旬ごろ、何の意思表示もしていない方約1万7000人に対しまして、さらに受診を進めるための通知を行う予定でございます。以上お答えといたします。田中茂君。はい、ありがとうございました。ただいま答弁にございましたように、特定健診につきましては対象市民1147人の方が希望されているとどめございました。特定健診受診の意思表示をしていない対象市民が1万7000人もおられるということで、8月中旬ごろさらに受診を進めるための通知を行うとの答弁でございますが、どのような対策を取ればさらに受診をしていただけるなど、いただけるかなど、受診者の声の把握も必要ではないかと思っております。担当部門として市民の健康管理にご苦労も多いことと思われますが、引き続き特定健診受診向上に努力いただくことを要望いたしておきます。田中茂君。次、再質問の2点目でございます。後発医薬品といわれるジェネリックですが、最近かなり認知されてきていると思われております。そこでジェネリック薬品の使用促進と医薬品差額通知を出すなど、
啓発に努めておられますが、その反応についてお尋ねをいたします。上田健康福祉部長。自席から指定します。本市におけるジェネリック医薬品の普及啓発につきましては、八代市郡医師会にもご理解をいただき、平成22年度から年に1回の被保険者証一斉更新時にジェネリック医薬品希望カード付きの啓発パンフレットを配布し、カードを医療機関や薬局へご提示いただくことにより、ジェネリック医薬品への切り替えがスムーズに行えることといたしております。さらに今年度は国宝だよりの特集号を発行するとともに、処方を受けた新薬をジェネリック医薬品に変更した場合の差額をお知らせするジェネリック医薬品差額通知を開始し、昨年8月と本年2月の2回合計8405通の通知を発送いたしております。なお、最初に差額通知を発送いたしました昨年8月の前後4ヶ月間における被保険者全体でのジェネリック医薬品の利用状況を調査いたしました結果、医薬品全体に占める割合が 28.6% から 0.9 ポイント増の 29.5% となり、今年度末の国の目標値である 30% まであと 0.5 ポイントとなっておりまして、差額通知の開始や希望カードの配布、広報活動の効果が確実に表れてきているものと思われます。今後につきましても、被保険者の皆様の負担軽減や健全な国庫財政を維持するために、引き続きジェネリック医薬品の普及啓発に努めてまいります。以上でございます。はい、田中茂君。はい、ありがとうございました。ジェネリック医薬品の取り扱いにつきましては、本議員も平成23年9月議会において取り組み先進地の紹介をするなどいたしまして、その後担当部署でも積極的に取り組まれておるわけでございます。ジェネリック医薬品の取り組みから昨年8月と本年2月には差額通知も出され、利用状況も向上し、国の目標に近づいているとの答弁でございました。答弁にもありましたように、今後も被保険者の負担軽減と健全な国庫財政の維持のため、ジェネリック医薬品の利用増加が必要と思われます。本年度4月から薬価が引き下げれ、薬の値段でございますね、薬価が引き下げれております。その影響は現在のところ統計に現れていないようでございますが、いくらか医薬品の支出が少なくなるものと思われます。また本市のジェネリック医薬品の利用増による医薬品の支出量の期待もあります。厚生労働省は生活保護費の医療費、医療扶助でございますが、抑制するため受給者に価格の安いジェネリック医薬品の服用を基本とする方向で検討に行った旨報道がありました。ちなみに国の生活保護費の総額は2012年度当初予算で3兆7000億円で、うち医療扶助が2分の1近くとなっております。本市の2013年度生活保護費の予算は27億6000万円で、うち医療扶助が14億5000万円となっておりまして、2分の1以上となっております。生活保護費の医療扶助と国民保険の医療費の関係は明白でありませんが、医療扶助対象の皆様の協力もいただけるのではないかと思っております。このことからも医薬品の抑制は進むものと思われ、国民健康保険財政の改善に寄与するものと期待されております。田中茂君。はい、次、大きな2項目目、ごみ減量化についてでございます。清掃センター焼却設備の老朽化に関連し、
ゴミの減量化につきましては本議会でもたびたび取り上げられ、本定例会でも昨日、本日、明日と質問が続きます。ゴミの減量化につきましては約3年前の平成27年7月のゴミ非常事態宣言により、市民1人当たり1日50グラムの減量目標により本格的に取り組まれてまいりました。非常事態宣言後は市民の関心も高かったようでございますが、最近では中だるみの傾向ではないかと言われております。燃えるゴミの 50% は生ゴミと言われていますが、最近少子高齢化も進み、紙おむつが一般廃棄物として多くなっているのではないかと聞いております。生ゴミにつきましては減量化対策として生ゴミ堆肥化容器等設置補助金が出されていて、関係市民の中でも努力されております。より本格的な堆肥化の必要性が求められております。そこで次の2点について質問をさせていただきます。1点目は本市のゴミの現状と廃棄物として出されております紙おむつについてお尋ねをいたします。2点目、生ゴミ堆肥化の取り組み段階から現状までということでございますが、2点目につきましては1点目の質問の後で質問をさせていただきます。福田環境部長。はい、こんにちは。こんにちは。ご質問のゴミの減量化についてお答えいたします。まずゴミ非常事態宣言を継続しております現在のゴミの状況でございますが、ご指摘にもありましたようにゴミ非常事態宣言で広く市民に呼びかけご協力をお願いしてまいりましたが、目標としております1人1日あたり50グラムの減量は達成していない状況でございます。燃えるゴミの現状といたしましては、非常事態宣言前の平成21年と平成24年のデータを比較いたしますと、清掃センターで処理した燃えるゴミの総重量は、平成21年が 29,546 トン、平成24年が 28,200 トンで3トンであり、このうち家庭から出された燃えるゴミの総重量は、平成21年が19,192トン、平成24年が18,421トンでございました。平成21年と比べますと家庭から出された燃えるゴミは年間で約770トン削減されておりますが、これを1人1日あたりに換算いたしますと約15グラムとなり、目標としております50グラムの削減には届いておりません。次に本市で廃棄物として出される紙おむつの状況でございますが、市が行っております家庭から出された燃えるゴミの組成調査結果によりますと、過去3カ年の平均は重さにして約 9% が紙おむつでございました。これは幼児用だけではなく高齢者向けのものも含んだ数字でございます。日本全体の状況といたしましては、平成23年の生産数量は乳幼児用が296,200トンで3トン、大人用が287,688トン、合計で年間約584,000トンが生産されております。ここ数年の紙おむつの生産量は、乳幼児用が微減しているのに対し、大人用は増加しております。これは少子高齢化が最大の要因であると言われており、今後さらに少子高齢化が進むことにより、数年後には大人用が乳幼児用より多くなることが予想されております。また生産される紙おむつは年間約58万4千トンでありますが、これがゴミとして排出される際には、吸収された尿や付着した汚物の分だけ重量が増加いたします。環境省によりますと、廃棄される使用済み紙おむつは
日本全体で年間約300万トンにもなるとの予想が出ております。日本の人口が約1億2800万人でございますので、八代市の人口を13万3000人とし計算いたしますと、八代市で家庭や医療機関などからゴミとして排出されます紙おむつの総量は年間で約3100トンになり、これは八代市全域で出る燃えるゴミの総重量の約 9% となり、本市で行っております燃えるゴミの組成調査の結果を裏付けるものとなります。本市は今後さらなる高齢化が予想されており、ご指摘のとおり今後も燃えるゴミに占める紙おむつの割合は増加するのではないかと考えております。使用済み紙おむつの処理についてでございますが、紙おむつの業界団体の調査によりますと、現在全国の 95% の自治体は本市と同様に燃えるゴミとして処理しているとのことでございます。焼却処分以外の紙おむつの処理についてでございますが、ご存知のとおり紙おむつにはパルプと高分子吸収剤などが使われており、一部で再資源化が行われておりますが、このほとんどが紙おむつからビニールやパルプを取り出すのみでございまして、高分子吸収剤などについては燃料などとして焼却されているとのことでございます。九州では大牟田市のエコタウン内にあります民間のリサイクル施設で8年前から再資源化を行っておられますが、これも同様の手法でございまして、高分子吸収剤の再資源化は行われておりません。平成25年度から福岡県が福岡市など福岡都市圏の17自治体と連携し、このリサイクル施設において高分子吸収剤などの再資源化の試験を行えることになっております。紙おむつの再資源化につきましては、今後も現地調査などを含め情報収集などを十分に行っていきたいと考えております。以上お答えといたします。田中茂君、はい、ありがとうございました。答弁いただきましたように、ゴミ非常事態宣言から3年近くなりますが、目標減量目標1日1人当たり50グラム減量に対しまして、残念ながら15グラム程度の減量となっているわけでございます。減量が進まない要件はいくつかあると思われますが、燃えるゴミの組成調査の中で生ごみのほかに紙おむつが約 9% 含まれているとのことでございました。紙おむつの国内の現状、本市の現状についても詳しく説明をいただきました。今後の取り組みについては紹介がありました福岡県の取り組みも重要と思われます。先進地の取り組みも参考にされ、本市の早期の取り組みが期待されるものでございます。田中茂君、はい、次、質問の2点目、市内企業による生ごみ堆肥化の状況についてでございます。市内の民間企業におかれましては、数年前から生ごみの堆肥化に取り組まれております。生ごみは燃えるごみの 50% を占めると言われ、その堆肥化の取り組みは大きく注目され期待されているところでございます。取り組みから現状までどのようになっているか、今後の見通しも含めお尋ねをいたします。福田環境部長、ご質問の市内の事業所による生ごみ堆肥化の状況についてお答えいたします。燃えるごみの減量化についてはご案内のとおり、生ごみの削減が効果的であると考えております。プラントによります生ごみ堆肥化につきましては、市内の事業所において数年前から生ごみの堆肥化に取り組まれているところがあり、状況につきましては過去に
市議会においてご報告をさせていただきました。現在の状況でございますが、事業所にお話を伺ったところによりますと、現在は契約されている事業所から出る生ごみだけを処分されており、1日あたり3トンから5トンの生ごみをこの堆肥化施設で処理を行っておられるとのことです。できました堆肥につきましては、おおむね市内の農業者の方に販売し利用いただいているとのことでございました。施設の能力的には1日あたり最大10トン程度の処理能力はあるとのことでございましたが、生ごみと一緒に投入いたします副資材の確保や肥料の品質に関わります異物の混入が課題であるとのことでございました。この副資材はおがくずや阿蘇地域などで採取されますリモナイトと呼ばれる土などでございます。おがくずに関しましても微生物による生ごみの分解や肥料として使用されることから、防腐剤が使用されている木材や接着剤が使用されている合板などから出たものは使用できないことなどが確保を難しくしている要因の一つと伺っております。本市といたしましても、市内の事業所によります、このような取り組みは市清掃センターへの搬入量の削減ばかりでなく、循環型社会の形成という意味でも意義のあることだと考えております。以上お答えといたします。田中茂君、はい、ありがとうございました。生ごみの堆肥化については、1日あたり3トンから5トンの生ごみを堆肥化施設で処理しているとのことでございました。能力が10トン程度とのことでございますが、副資材の確保と完成した肥料の品質の確保が課題であるとのことでございました。早めに課題を克服されまして、能力いっぱいの処理ができることを期待しております。またごみ発生量と本施設との能力の差は、生ごみの処理につきまして、さらに複数の生ごみ堆肥化施設の設置や熊本市等を参考とされまして、生ごみ堆肥化容器等設置補助金の強化など具体的な取り組みをしようと思われます。ぜひ検討のほどもよろしくお願い申し上げます。田中茂君、はい、ここで再質問を1点お願いします。大牟田荒尾清掃組合に委託するごみについてでございます。先方では先の新聞報道によりますと、9000万円の予算が計上され承認されたとのことでございます。数量他に対する委託契約についてご説明をお願いします。また仮に先方との契約を下回った場合、ペナルティーなどがないかもお尋ねをいたします。福田環境部長、はい、次席からお答えいたします。大牟田荒尾清掃組合への処理委託に伴います契約内容についてお答えいたします。本市では市清掃センターにおいて焼却処分できない燃えるごみにつきまして、外部に焼却処理委託を行っております。その主な委託先を、平成25年度から大牟田市と荒尾市が運営されております大牟田荒尾清掃組合の RDF 処理施設とさせていただきたいと考えております。処理委託料につきましては、事務協議を進めていく中で、受け入れ先であります RDF 化処理施設が隣接します RDF 発電所の発電計画を作成する関係で、最低搬出量を決めていただきたいとの申し出がございました。現在のごみの搬入量、清掃センターの炉の状況及び稼働計画などから判断し、最低搬出量を1500トンと想定し、相手側に回答しております。平成25年度の委託費用につきましては、現在の焼却炉の状況などから不足のトラブルなども想定されますことから、安全マージンを考えて2500トンに当たります金額を予算要求させていただいております。先日新聞に掲載されました9000万円という金額は、この2500トンで想定されたものでございまして、
受け入れ先であります清掃組合の予算審議場、今後補正などの事務処理が発生しないように最大値での予算計上をしているとの回答をいただいております。仮にこの2500トンを下回ったとしても違約金などのペナルティなどはございません。本市としましても想定されている最低搬出量の1500トン程度の搬出で終わるように清掃センターの維持管理を適切に行っていくとともに、燃えるゴミの減量化につきましても目標として掲げております。1人1日あたり50グラムの減量化の達成に向けて市民の皆様への啓発も継続してまいります。以上お答えといたします。田中茂君。はい、ありがとうございました。清掃センターは本年度大規模改修を終えまして、新年度は新たなスタートとなるわけでございます。大規模改修後のこともあり、当面安全安定運転に徹されることになると思います。新年度は不測のトラブル等を想定し、安全マージンとして2500トンの予算要求となっています。なんとか安全安定運転に徹しられまして、さらにゴミの減量化に取り組まれ、最低搬出量を想定としている1500トンを下回る朗報を期待するものでございます。田中茂君。はい、大きな参考目目、八代海の再生についてでございます。かつて魚類貝類の宝庫と言われ、豊穣の海と言われました八代海ですが、相次ぐ開発によりモパ干潟は大きく失われてきました。また57年ほど前、球磨川に荒瀬ダムが建設され、建設当初からは電力の供給により県内の産業発展に寄与してまいりましたが、時を経るにつれ流域に対する数々の被害及び八代海にも悪影響を及ぼしてきたのではないかとの声もあり、2年前からダムはその機能を停止し、現在はダム撤去作業が行われております。最近の八代海は魚類の産卵生育に最も必要と言われた大福島周辺の埋め立ても進み、天然の魚影、魚の影でございますが、魚影は極端に少なくなっていると言われております。一昨23年梅雨時の大雨時、八代海が淡水化近くになり、アサリ類が全滅したことは記憶に新しいところです。八代海域は人間活動の影響による自然生態環境の悪化、台風の常襲地帯による高潮、高波、洪水、強風等による水・土砂災害の防災問題も直面しています。そのため環境と防災の調和した海岸地域社会の創生に関する対応策の構築が海域に面する自治体や住民に切望されております。そこで平成23年度から有明海のように広範囲にわたる詳細な調査研究が行われていない八代海を対象として、文部科学省特別経費によるプロジェクト生物多様性のある八代海沿岸海域環境の俯瞰型研究プロジェクト、これは代表は熊本大学の滝川教授でございますが、5年間の予定で取り組まれております。その取り組みの現状における研究発表が他の取り組みとともに2月2日市ハーモニーホールで開催されました。出席された方もあると思います。会場のハーモニーホールは500名程度の収容でございますが、参加出席された方は約3分の1程度でがらんとしておりまして、出席した私ども一市民としても研究発表者の皆様に大変申し訳ない気持ちでございました。
今後も取り組みの状況の研究発表も開催されると思われますが、より取り組みが強化されることになると思いますので、その方も期待をいたしたいと思います。そこでこの件につきまして2点の質問をいたします。1点目は八代会の現状に対する行政の認識でございます。2点目は八代会再生に対する行政の取り組みについてでございます。2点目の取り組みにつきましては1点目の答弁の後で別途質問をさせていただきます。中原企画戦略部長。はい、こんにちは。こんにちは。議員ご質問の八代会の現状に関する認識についてお答えをいたします。ご承知のとおり、八代会は別名白波会とも呼ばれ、天草灘から 北東側に入り込んだ内湾で、熊本県と鹿児島県に囲まれた閉鎖性海域でございます。八代会北部海域、特に西湾奥から球磨川河口の東海岸側については、東亜沙を利用して17世紀初めに現在の宇城市小川町郷之江地区等が干拓され、干潟化の進行に合わせて干拓を行われ、近年では昭和40年代まで西湾奥の品類干拓や球磨川河口の混合干拓、八代湖の整備など大規模な干拓埋め立てが行われてまいりました。また本地域には遠浅の地形や大きな潮位差に代表される特異な環境特性を有しており、この特性を生かした肥沃な農地や豊かな漁場、さらには国立公園にも指定されるほどの景勝地が多く存在をいたします。また本地域は歴史文化温泉などの観光資源にも恵まれており、重点港湾を基盤とした臨海型の企業立地など今後ますますの発展が期待されております。しかしながら近年、自然海岸の喪失や干潟の減少、湾奥部が浅くなる旋回化などの小問題が多く発生しております。具体的には生活排水や大雨等によるゴミ、土砂等が河川を通じ八代海域に流入し、海洋汚染が進んでいることなどが要因となり、大規模な赤潮が頻発し、養殖業等の水産資源にも甚大な被害をもたらしていることなどがあります。このため今後の本地域の整備にあたっては、秩序ある開発と環境への配慮に努めならないと認識をいたしているところでございます。以上お答えいたします。田中茂君。はい、ありがとうございました。八代海は国内で有数の閉鎖性海域であることは認識を共通するものでございます。八代海は歴史に残るものとして、関ヶ原の戦いの後、西暦1600年代から当初、慶長年間から1960年代昭和年間に至る約400年間にわたり、食料確保のための干拓が相次ぎ、現在の八代平野の約3分の2が造成され、豊かな田園地帯が作られてまいりました。特に大きな変化は、戦後から始まった八代港内港干拓造成、引き続き八代外港の築造であろうと思われます。八代内外港の造成築造は八代経済発展に極めて重要なことは言うまでもありませんが、造成築造による失われた藻場、干潟の復旧にはほとんど手がつけられていなかったことは残念なことでございます。答弁の中にもありました多くの問題点を新たな認識として取り組んでいく必要があると思われます。田中茂君。はい、
そこで2点目、八代海再生に対する行政の取り組みについてでございます。過去から市行政としては漁協とタイアップされ稚魚稚貝の育成放流等に等など栽培漁業に取り組まれてまいりました。25年度予算では栽培漁業と関連した漁場の草事業への取り組み等も計上されております。新規の取り組みとして環境センター建設事業に関し漁業関係者から要望項目に対し市が回答した項目のうち藻場造成漁礁事業についても提案されています。関連した水産関係は当面重要な案件でございますが、他に行政として八代海再生に取り組む考えはないかお尋ねをいたします。中原企画戦略部長、八代海再生に取り組む考えはないかというご質問でございますが、行政としての取り組みといたしましては、八代海の環境保全と地域の活性化を目的といたしまして、八代海北部沿岸地域の市や町が一体となり、平成10年8月に八代海北部沿岸都市地域連携創造会議が設立をされております。設立当初は、八代海北部沿岸地域の1市9町により活動を行っておりましたが、市町村合併の進展に伴い、現在では八代市、氷川町、宇城市、上天草市の3市1町において事業を推進しているところでございます。先ほどご紹介がありました滝川教授にもいろいろとアドバイスをいただいているところでございます。活動内容といたしましては、昨年12月に熊本県に対して、ワンオクの干潟の船外化に対する、関する、要望を、船外化対策に関する要望を実施いたしております。また、自然生態環境保全の啓発といたしまして、親子で八代海について考えていただくために、船出吹き体験を通しての海の幸が豊富にあることや、水質検査による水質の現状を知っていただく機会を提供いたしたりしております。また、先月2月に2回目となりますが、地域にある豊富な海の幸、山の幸を使った料理コンクールを実施をいたしております。さらに、各地域において清掃活動を実施しており、特に本市におきましては、市民団体の次世代のために頑張ろう会と協力して、小学校での出前授業や市内沿岸約10カ所において、一斉に清掃活動を実施し、集めたゴミの分別を体験いただいたり、各清掃場所の水質検査を実施、比較することで、環境保全の啓発、さらには本創造会議の活動の周知を行っているところでございます。今後、本創造会議では、三市一町の連携を深め、初期の目的でございます、環境保全、地域活動へ、化へ向けまして、NPO 法人や各種団体との連携を視野に入れ、活動を行ってまいりたいと思います。さらに、住民向けの普及啓発を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。田中茂君、はい、ありがとうございました。八代海の再生については行政として八代海北部沿岸都市地域連携創造会議としていろんな取り組みもされているということでございました。今後ともですね、ぜひ、いろんな先ほど紹介いたしました熊本大学の取り組み等もございます。県を通じてでもですね、ぜひ研究項目等についてですね、取り上げていただくようにですね、お願いいたしたいと思います。まだまだ八代海についてはですね、なかなかこう今まで市民との、海の距離が遠くなっているということもよく聞いております。私たち市民といたしましてもですね、八代海の再生を図りながらですね、過去のように、かより若干危険にはなっていると思いますが、もっともっと海に親しむ機会が多くなることを期待いたしましてですね、これで、この講を終わりまして、今回の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。